同一平面上の点を切ったら、これは OK。これも OK。で、平行に切断するから、平行に切ったりします。でも、ここで止まんなきゃ、OK? しなきゃダメだよ。で、平行に切断されるから、ここと平行で、で、ここから平行になるから、もし迷ったら、本当にこれでいいのかなって思ったんです。こういういびつな形だから分かりにくい。展開図が正方形になる。あー、OK。この形展開図は三角形ができる。これは、これは、これは、まあ、1対2対2対3で、ここは、これ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 は、1対1対2の三角形が、ここにできてます。ね。これは 12cm だから10点が12になるだけだ。そこは 144×83 で違う。じゃあこちらのこの部分はこちらの7段。こちらでもいい。この面積は144×83の4分の3出したら答え順。